ドッグファイト、ドッグファイト、または格闘戦とは、航空戦において、戦闘機同士が互いに、機関銃、機関砲、または短射低空対空ミサイルの社会に相手を捉えるために起動しながら行う、空中戦闘。ドッグファイトの故障は、戦闘機の近接戦闘では相手を追尾する体制が有利であり、その姿が、犬同士が尻尾を追いかけ合う姿に似ていることに、由来する。 ドッグファイトでは、ブレーク、スパイラルダイブ、インメルマンターン、ハイスピード用用、バレルロールアタック、ロースピード用用など様々なマニューバーが利用される。ドッグファイトには、軽戦闘機、格闘性能の比較的高い機体が向いている。航空機の能力が低かった時代に流行した、水平面で互いに、敵機の後方について、有利な位置から射撃しようとするとモイ戦は、 ドッグファイトの一つであるが同義ではない。第一次世界大戦前は、航空機は戦闘力を持たず敵地偵察に使われただけであった。最初期は、お互いに攻撃手段を持たず、敵偵察機に対しては攻撃せずにそのまま、すれ違ったり、お互い手を振って挨拶することもあった。しかし、航空偵察の効果が上がり始めると、敵偵察機の行動は妨害する。 必要性が出てきた。最初は持ち合わせていた工具を投げつけたのが始まりとされている。やがてレンガや石を投げ合い始め、拳銃や幼銃を使い始めた。フランス空軍のローラン・ギャロスが1915年にモラーヌ・ソルニエールの中心線に固定銃を装備したことに始まり、1915年6月ドイツがフォッカー E3 を量産し、プロペラ内固定銃を装備して、 敵の航空機を撃墜する機体として登場し、この駆逐機、戦闘機の独立出現で各国が見習うことになる。本格的な空中戦闘はこの機体から始まり、それまでは単一機で飛行機作戦は行われており、任務が偵察爆撃空戦と発展して、専用機種が生まれ、戦闘機の発達とともに敵機撃墜、航空優勢を獲得する戦法に発展し、 空中アクロバット戦が展開されていった。第一次大戦では、戦闘機は格闘戦技術村長が伝統となり、撃墜数を競っていた。飛行機、武器の性能向上と数の増大で、変態や新機種など、新しい傾向も生まれてきた。第一次世界大戦の飛行機の性能では、水平面での戦闘が限界で、有名なインメルマンターンと呼ばれたマニューバでさえ大きく、 高度を稼ぐほどの軌道ではなかった。空戦とは位置エネルギーと運動エネルギーをいかに管理していくかの戦いであり、速度、加速度、上昇力が格段に向上しており、高度差を生かした鉛直面での空戦が主流になり、ドッグファイトの一つであるとも戦と呼ばれる水平面での空戦は廃れていった。また、第二次世界大戦初期まではドッグファイトが主流であり、 高い格闘性能を持つ冷式艦上戦闘機、日本海軍などが空戦で優勢だったが、アメリカ軍のように組織的に格闘戦を、酒一撃離脱を行うように指導する国も現れる。冷戦闘 F4 回、スピットファイアと BEF109 のように、ドッグファイトと一撃離脱で、どちらが有利な空戦に持ち込むかも勝敗に、関係してきた。日本海軍のひねり込みやアメリカ軍の、 ダイブズームなどドッグファイトには様々な軌道が利用されていた。アメリカはサッチウィーブと一撃離脱を採用してレセ戦との格闘戦を徹底的に避けて弱点をつくことで戦闘を有利に進めた。また P-38 や P-51 など速力を重視した戦闘機を投入し格闘戦に巻き込まれないような戦術をより徹底させていった。 1943年春から秋にかけて、北号ポートダーウィン上空では、欧州戦線で、ドイツ軍相手に格闘戦で対抗してきた、イギリス軍のスピットファイアが冷戦と交戦した。P-40、スピットファイアも最高速では冷戦に勝るが、低速時の運動性、上昇力では負けていると判断し、冷戦とのドッグファイトを禁止し、一撃離脱を採用した。しかし、 日本海軍側では、鈴木みのる少佐が、相手のダイブに注意し深追いしないように部下に徹底し、冷戦の得意なドッグファイトに巻き込んで優勢な戦いをしていた。第二次大戦終結後は、ジェット戦闘機が登場したもののミサイル技術が未発達であり、空中戦は格闘戦が主体であった。第一世代ジェット戦闘機ではプロペラがないことを活かし、 回マイナス86のように機銃を機種に集中配置する設計が主流となった。1960年代、回マイナス4ファントム、回マイナス106デルタダートなど機銃を持たない第三世代の戦闘機が現れた。しかし実際にはベトナム戦争で接近戦が頻発して格闘性能、機銃の大切さが再認識された。また、 ミサイル版脳論によるミサイル戦では格闘戦は不要という考えは全くの誤りであり、むしろ当時の赤外線誘導ミサイルはエンジンの排熱を追うために敵機の背後に回り込む必要があったため、従来よりもドッグファイトが重要視されるものであった。ベトナム戦争の戦訓からミサイルによる指定外戦闘が主流となっても基本的な戦法は 古天気からジェット機まで変わらず、ミサイルやコンピューターが発達しても遠距離からのミサイ攻撃で決着がつかない場合が多く近接戦に移行すると分かったため、ドッグファイトは重要視されており、そのための訓練も必要となる。1970年代アメリカ海軍では、ドッグファイトを専門に教育する機関、トップガンを創設するなど、アメリカ軍もドッグファイト重視の方向に転換した。 朝鮮戦争では、アメリカ軍の海マイナス86と、ソ連軍及び中国軍のミグマイナス15による、第一世代機による空中戦が発生した。海マイナス86はミグマイナス15と比べると、加速、上昇、旋回性能のいずれでも劣っていたにも変わらず、実際の交戦では、海マイナス86の方が優れた戦果を示した。 海 -86 に登場し実践を経験した、ジョン・ボイドは、経験を元にして洞察した結果、海 -86 のコックピットは360度の視界が確保されており、ミグ -15 に比べると操縦も容易であったため、海 -86 のパイロットは敵機をより早く発見することができ、より早く対応する行動に移れたからだと考えた。 ボイドは、最終的に空中戦では操縦士の意思、決定速度の差が、勝因の差となったと結論付け、考察を一般化した、オーダループへと発展させた。第二次大戦までは、友軍からの誤射を避けるため相手目立つ塗装を施すこともあったが、相手の意思決定を遅らせることが有効とされて、以降、様々な迷彩が考案された。機体の特性としては、 格闘戦では互いに目視できるためステルス能力や高性能レーダーはアドバンテージとならず投影面積の小ささや効果的な迷彩など発見されにくくする要素が重要なる。このため回 -22 や回 -35 のような最新鋭のステルス機がもに空中戦において小型で機動性の高い練習機に敗北する例がたびたび発生している。また、 敵のミサイル攻撃をかわすという目的でも、ただ速度を向上させるより、旋回による回避を模索する方が効率的であるという意見が高まり、速度を落としてでも他の性能を確保する傾向になった。速度は、回 -14、回 -15、回 -16 と、マッハ2.5以下に止まったのに対し、回 -14、回 -15 は、 世界 -4 ファントムの旋回半径の半分以下まで、小さくなり、より新しい機体ではさらに旋回半径が小さく、なっている。近年では、ミサイルの性能が向上し、赤外線誘導ミサイルの射角も広くなり、敵機の背後に回り込む必要はなくなっている。また湾岸戦争、イラク戦争において、多国籍軍の戦闘機は、早期警戒機の支援による、 指定外戦闘によって、イラク軍戦闘機に対して、ほぼ干渉している。しかし、かつての行き過ぎたドッグファイト無用紙の反省から、ミサイルが使用できない状況での保険として、格闘戦能力と機関砲の搭載は、現在の戦闘機にとっても必須となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。